はい、暑いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんてね、今日。なあ、平山君。どうかの、この女。どっか似とるやろが。また始まった。なあ、似とらんすか。ほう、誰に。ああ、似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う。梅ちゃんもっとよく吠えとった。うちの家内じゃ。おう、そういや似とるな。似とるじゃろ。この辺がな。もういい加減に帰ったらどう？ずいぶん飲んだわよ、あんた今日。じゃあ変なとこもよーんと。くどいのよ、あんた。はい、もう予想いいよった。おい、せっときどめだけしてくれよ。おい。服部さん、どうじゃ。いけ。しかしまあ、あんたが一番幸せじゃ。どうして？東京へ来りゃ、ええ息子さんや娘さんがおるし。それあんたんとこでもそうじゃ。いやぁ、うちのやつはいけ。かかあの機嫌ばっかりとって、この場所を邪魔にしよう。しょうもないやつや。でもあんた、印刷会社の部長さんじゃったら。なんの部長さんなもんか。まだ係長じゃ。あんまり体裁が悪いんで、わしゃ人様に部長じゃ部長じゃ言うとるんじゃけど、出来そうないですよ。いやそんなことはない。お僧生まれた一人をね、甘やかしたのが失敗だった。それから見るとあんたのとこは大成功じゃ。ほんまの博士じゃもんな。いや今だけ医者の博士はザラじゃ。いや親の思うほど子供はやってくれませんな。第一、吐きやない。大砲の志というものを知らない。そこでわしはこの間もせがんに言うと。そしたらせがんのやつ、東京は人がお言うて上が使いとんなこと言いやがる。あんたどう思う？育児のない話じゃろうが、関東精神いうものは何にもない。わしはそんなつもりで育ったんじゃない。あの畑さん、ちょっとあんた。ん？じゃああんたそう思わんのかな。あんた満足しとるのか。いやあ、決して満足はしとらんが。そうじゃろう。あんたですら満足しとらんのじゃ。わしは悲しくなってきた。うん、もういけん。もう飲め。しかしなあ、沼田さん、わしも今度出てくるまじゃもちっとせがれがどうにかなっとると思うとりました。ところがあんた松江の子、うまい町医者でさ、あんたの言うことはよくわかる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思うたんじゃ。思うたか。思うた。そうか。あんたもなあ。あれもあんなやつじゃなかったんじゃが、しょうがないわい。やっぱり沼田さん、東京はの人が多いすぎるんじゃ。そうかな。まあええと思わにゃいかんじゃろ。そうじゃのう。今時の若い者の中には平気で親を殺すやつもおるんじゃから、それに比べや何ぼうかマシな方か。ちょいと、もう十二時よ。十二時が何じゃ。いい加減に帰ってよ、もう。お前はそんなとこはやんと。ほいじゃけわしゃ好きなんよ。どうすんのよ、そっちの人。ああ、ほっとけほっとけ。今晩は徹底的に飲んじゃ。ねえ君、愉快やな。うん、
愉快愉快愉快やろ。しかし服部さんはなかなか勤勉だな。いや勤勉かどうか、私も来年でいよいよ定年でさ。そうですか。何年ぐらいお勤めだったんです？ちょうど31年になりますわ。くたぶれましたよ。じゃあ退職金も相当ありますな。いやそれがね、私は昔から定年になったらどっか小学校の近所で文房具屋でもやって子供相手にのんびり暮らしたいと思ってたんだが、なかなかそんなにゃよこしませんや。税金も引かれますしな。まあ我々サラリーマンの行く末は退職金を前にして寂しがるのが関の山でさ。31年勤めて考えてみりゃ儚いもんだ。そういやもうだいぶ前の話だけど、町内の商工会の連中と箱根へ出かけたんですがね、大磯でバスが故障しちゃって、ちょうどそれが池田さんのお屋敷の前だったんでちょいと覗いてみたんですが。池田さんというとあの大蔵大臣をされた？ええ、商工大臣もされましたな、池田誠心。あの方のお屋敷なんですがね、亡くなられてまだ幾年にもならないのに芝生は掘り返されて畑になってるし、梅の枝は伸び放題に伸びてるし、草がぼうぼう生えてて、ただサンルームのブーゲンビレアの花だけがいたずらに赤く咲き乱れててね。ほう、それはどんな花ですか？イカダカズラっていう熱帯植物なんですがね、なんだか寂しかったな。池田製品先生っていや三井財閥の大番頭で、文字通り清廉潔白な、いわば日本一のサラリーマンだった人だ。その先生にしてすでにそうなんだから。いやまったくね、ユシンバ間に戦争があったにしてもですよ。さよ、全くあんたのおっしゃるように儚いもんだ。いや私もね、せがれだけは絶対にサラリーマンにしたくないと思ってたんだが、どこがいいのか。背広を着てカバンを下げて毎日会社へ通ってますわ。カエルの子はやっぱりカエルですわ。このアホ、バカタレ、何がなじゃい、いい加減されで。何がなんや。こんなねえだぞ、もう出しゃばるまっかい、仕込んだれ。おのれ、あのお役に何の言い分があんのや。わいがな、しがれに会いに行って何が悪い。おはこに会うのが何が悪いんじゃい。文句あうか、文句。あったら言ってみ、アホ。ふん、偉そうに。言うことだけは立派やな。何？くだま。ようもそんな口が聞けるな。そんなことうちに言えた義理か？何やと？忘れたんか、岡谷のこと。誰のおかげで助かった思とんのや。というかの時だってそうやないか。コナンのたんびに頼む頼むってうちにその頭下げよって。何？うちがおらんだらどうなってる思とんのや。そのたんびにうちが旦那衆に泣きついてやったからこそ、どうにかこうにか今日まで持っとんのやないか。あんまり偉そうなこと言わんとき。何を？なめたまねせんとき。何やと思とんのや。何を？何ぬかす。お前なじゃ、お前以前のこと考えてみ。山中温泉の紳士やないかい。わいに惚れよって、転がり込んできよって、どうやら一人前にならせてもらった誰のおかげや。誰の
大忘れたらな、見ぬ父親にも劣るんやぞ、アホ、バカだれ。お前はな、お前みたいなもんのな、世話にならんかてな、結構やっていけますのじゃ、結構。何かしらがんねえ。アホ、ザオ。どっちがアホや。アホはそっちやないか。お前さやないか。昔があったな。昔たらどうやって言うんや。よし、お前との縁も今日切りじゃい。二度とはこの資金またいだら承知せんぞ。ワイの息子はな、お前らとはな、人種が違うんじゃい、人種が。よう覚えとけ、バカの。何が言ってんすかね。くそったれ。アホ。どう。いや、綺麗だな、やっぱり。ああ、俺はあのくらいの年頃のこと話してんの大好きだな。いや、娘も娘だけどさ。お袋の方だろう。うん、変わらないね。綺麗だよ。そうかな。しかしあの子もいい子だよ。いい子はいい子さ。けどね、愛子さんだってもうそうに指示を越してるんだぜ。俺もどっち取るかって言や、やっぱりお袋の方だな。ありゃいいよ。うん、いい。ありゃいいよ。それほどかな。それほどだよ。やっぱり何かね、あんな綺麗な女房を持つと男も早死にするもんかね。いや、嫌なやつ家宝取りすぎたんだよ。このとこまた違った色気が出てきたじゃないか。そう、お前もそう思ったか。出てきたよ、どことなくね。お前あれ感じないようじゃよっぽど鈍いぞ。それは感じるけどさ、お前たちほどじゃないよ。何そんなに喜んでらっしゃんの。お酒ありますか。うん、まだあるよ。おかみさん、ご亭主達者だろうね。ええ、おかげさまで。そうだろうね。そりゃそうだよ、ご亭主長生きしますよ。世の中何が幸せになるか分かりませんよ。ねえ、おかげさん。何です。いや、昔ね、俺たちがまだ大学でゴロゴロした自分にね、本郷三丁目の青木堂の近所に薬屋があってね、今は果物屋になってるけど、そこに綺麗な娘がいたんだよ。それをこいつ張り上がってね、用もないに婚約会に行くんだよ。冗談言うなよ。お前だって風邪もひかないのにアンチピリンだのなんだのって買いに行ってたじゃないか。アンチヘブリンガンなんてのも買ってたぜ。ああ、はかり印のか。その娘ってのがね、今帰ったあの人なんだよ。ああ、あの奥様、ご兄弟かと思ったらお母様なんですってね。お綺麗ですわ。で、それからどうなったんです。ところがだよ、後がいけねえんだ。語るも涙でね。見合っての覚えてないか。さあ、ここへも一二度来たことあると思うんだけどね。まあ、手っ取り早く、いや、そいつに持ってかれちゃったってわけさ。おやおや、だったら風邪薬よりイモリのクレヤキを買いならよかったのに。そうなんだよ。その知恵はまだなかったんだ。今の若い奴らと違って、何しろ純情だったからね。どうだか、平山先生、お酒ありますか。あ、まだある。俺に炭酸くれないか。炭酸。はいはい、ただいま。あんなのもってりゃ亭主は長生きするよ。何です。いやいや、こっちの話だ。炭酸だ。はいはい。しかし、あんなの持ってても案外早死にするんじゃないか。体格が良すぎるよ。プロレスか、ヘッドシーザーすか。たまらないね。
潰されちゃいますね。どうだ。つがいのやつ、ひょうたんがちゃんそばをやってることを知ってたのかね。知ってりゃ言うだろう。しかし驚いたね。あの娘だってどっか変だぜ。なんとなくギスギスしててさ、冷たくてさ、あれじゃひょうたんも寂しいよ。うん、ああはなりたくないな。お前だってなるぜ。いや俺はならんよ。いやなる。美智子ちゃん早く嫁にやるよ。そうかな。そうだよ。いや俺は大丈夫だよ。おビールお持ちしましょうか。まあいいよ、まだこれからお勤めだからね。今日は堀江先生はご一緒じゃなかったんですか。本当にお若い可愛らしい奥様で。ああ可愛いね。ねえ、うん、かわいそうなことしちゃったよね。うん、ねえ。どうかなしたんですか。ゆうべお通夜だよ。どなたの。どなたのって堀江だよ。まさか。今日は友引きなんでね。明日が告別式なんだ。本当ですか。今もお弔いの打ち合わせなんだ。なおい、花輪はご辞退しようか。そう、あれは無駄だよ。やめようや。なんで亡くなったんです。あいつ血圧も高かったしに。やっぱり若い女房がたたったんだよ。本当ですか。おかみさんも気をつけなよ。ほどほどにしとくもんだよ。嫌ですよ、ご冗談ばっかり。いらっしゃいましたよ。いらっしゃいませ。 あちらです。よ、遅くなっちゃって。よかったな。よかったよ、達者で。何？まだ生きてたかい。何？